はい、田舎スーパーのお弁当が優秀すぎたというねコーナーです。久しぶりに今日は紹介することができます。この海苔弁見てください。大きさまあまあでしょう、ね、深さもあるし、価格184円。いやこれ原価0円でも利益200円も出てませんよ。こんなの大丈夫なんですかね。いやいや、でも中身がしょぼいんでしょうと思いの皆さん、開けてみますよ、ね、満腹のり弁。これすごいんですよ。ほら、がっつり入ってるでしょ。まずね、こういう弁当ってタレが別売りになってるはずなんですけども、ついてます。で、のり弁なんですけども、でかい白身フライね、それからちくわの天ぷら、いい香り、これ二足三文じゃないですよ。それからきんぴらごぼうが入ってて、海苔でしょ、でこう漬物があるでしょ、鰹節振りまいていて、お米もね結構しっかりそこまで入ってますからね。じゃあまずちょっとお米からいただいてみますね。うん、あのね、お米はねコンビニのおにぎりと同じぐらいの味です。で、鰹節がいい風味を出してますね。彩りも豊かでしょ。結構これちくわうまい。なんでなんで、きんぴらごぼう、うん、すごい。実はね、何度も食べてるんですよ私。この分厚い、うん、言うことなし、うん。で、一応ねこのお弁当だけじゃ寂しいんで、自炊でほうれん草、それからなめこのお味噌汁、でもお弁当がすごいですよね。あの184円って何なんだよと思いますよ。回転寿司に行って一皿の方が高いぐらいですよね。すごい満腹のり弁、本当に満腹です。これはグッド。